いい土、いい水、いい風、いい日当たり、いい日陰、広いお家に広い実験室、そして外はまるまる実験場、訓練にも使えるすごい防衛システムになる。マスターは言ってた。本拠地の守りには勝ち抜けシステムがないとね。一人ずつ戦って倒さないと通れない仕組み、あの村だと難しいけど、本当はそういうのがいいって。すごいの作る。この足音はガンマ。アルファ様、大変ブレフ。鼻血は出ていないようね。よかったわ。それでどうしたの？そんなに慌てて。ミドガルのオートで何か起こったとか？まさかアルファ様、あれをまだご覧になっていないのですか？あれ？外のあれです。今日はまだ外に出ていなかったのだけど、何かあったの？緊急を要する迎撃ならガーデンの構成員が即座に対応を。訓練場ですよ。訓練場？ちょうどここにイータの引いた図面があるわよ。午前中はこれをチェックして、午後に細かい指定を。もうできてるんです、その訓練場が。昨日の朝にはなかったものが今日はもうあるんです。もうできてる？ちょっと待って、イータに話をして。まだ2日しか経っていないのよ。アルファ様、昨日は何をされていました？1日かけてラムダから上がってきていた構成員の編成計画を検討面含めてまとめていたのだけど。その丸1日でイータがやってしまったのでは？私も昨日はリンドブルムの方に出ていましたし。スライムを建造で使ったにしても驚異的なスピードね。ひとまず実物を見てみることにするわ。うん。アルファ様、施設できたよ。うわあ、眠い。お疲れ様です、アルファ様。防衛機能を含んだ訓練場というよりまるで要塞ねと図面の時点で指摘するつもりだったのだけれど。訓練もするなら実戦を踏まえて用意したよ。いくつかの広い区画を入り組んだ一本道で結ぶ構造になっているけど、この糸は一人ずつ倒さないと一番奥までたどり着けない。これはマスターの影の英知。私たちは7人だから、防ぐ場所も7箇所にした。なるほど。この構造ならゴーレムを配置するのと合わせて、敵が大軍で侵入してきてもその動きを大幅に制限できる。敵の動きを把握しつつ
一点集中的に防衛することができるし、平時は複数の区画を利用して訓練の内容を分けたりもできる。いかにも彼の考えそうな抜け目のない構造ね。あの、アルファ様。何かしら、ガンマ。防衛システムの存在意義については私にも分かります。シャドウ様の英知に基づいた必要不可欠な仕組みということも。ですが、このゴーレムの数は明らかに過剰ではありませんか？これだけの数を維持し運用するにはかなりの資金が。そもそもラムダ、あなたがいながらどうしてイータを止めなかったの？それはラムダに私の実験協力を断る権利なし。さあ、イエスさん。あなたにとってシャドウと七影の命令は絶対、そういうことよね。さあ、イエスさん。このゴーレムはことにおける防衛戦力であると同時に、訓練における仮想敵としても従前に機能するものであります。そしてイータ様はゴーレムの評価試験と同時進行で、このゴーレムを仮想敵とする特殊な戦闘データをガンマ様直々に取っていただきたいとのことであります。特殊な戦闘データ、アルファ様ではなく私が。魔道具使ってもらう。魔道具？イータの中ではすでに何らかの完成形が見えている。あとはそれを実験で確かめるだけ。そういうことね。イータの実験、果てしなく嫌な予感がするんですけど。